11年経って何にもしないっていうか、あり得るのかっていうのはね、しかもこんな区域、地帯においてもね、何らかの手当てをすべきだと思うんですよ、国としては。それ何もしないっていうことは、とんでもない話じゃないかなと思うんです。